はい、皆さんお世話になってます。またよろしくお願いします。今回はゼフシジミの孵化後の食いつかせ初期の飼育法について説明していきたいと思います。はい、こちら100均に売ってますダブルクリップ、大きめのものを使います。これを四隅に固定します。このネットは、ワイヤーネット、これも100均ダイソー150円です。サイズは 30×60cm くらいです。ちょうどこのボックスですね、衣類のボックスに、ちょうどぴったしサイズでした。でこの四角のマスの中に、ボトルを立てるわけなんですけれども、近くの卸売団地に、50個入って580円でした。大中小とあるんですけど、中くらいのサイズのものがちょうどこの100均のワイヤーネットの四角いマスの目にぴったしでした。はい、続きましてこの粉はウォーターキープという、水が混ぜると水がゼリー状に、雪が溶けたような状態、シャーベット状に固まるという、ものです。あ、すいません、保水効果があるというもので、先ほどのボトル、サイズ測ってみました。35ミリくらいです。まあこれ、あ、失礼しました。このボトルは一番小さい方ですね。一番小さい方で、先ほどの付きの飼育の時のボトルが中くらいのサイズ、これは一番小さいサイズで同じ金額で100個入ってました。小さい方でした。これが一番小型です。35ミリです。これをセンチか 1.5 センチくらいに、切ります。まあ、これをカップに使うという形になります。で、この中に先ほどの麻薬ですね、違うか、粉を、はい、耳かき一杯程度でもう十分です。でインターネットでウォーターキープというので検索していただくと出てくると思います。1キロ単位で小袋、小さい袋にで売ってるのもあったような気がしたんですけど、私が買ったのは1キロで3000円でした。まあ、いろいろに使えるので一回買ってみていただいてもいいかと思います。でこれに、はい、水を入れてみたいと思います。はい、でちょっとこう振って混ぜるとすぐ固まります。雪がシャーベット状に溶けた感じですね。こんな形になります。量は適当に調整していただければと思いますけども、十分これで先ほどの耳かき1杯程度で固まってくれます。なんか1キロでドラム缶2杯半ほどのものがこういう状態ができるということで、もう1回買えばしばらくあると思います。で、これイボタの芽が吹いてきましたので、イボタをまあ大体5センチ程度に切って、はい、でこれを使います。でよく皆さんまた使っていられる、オアシス、まあ、あれに立てると同じ原理なんですけど、どちらでも好みでいいと思いますけれど、オアシスも使い捨てということと、まあ、なんか粉が出たりとか、水を吸うのに時間がかかるとか、まあ、いろいろあったんで、こっちの方が簡単かなということで、使いました。でゼリー状になってますので、枝がこのようにうまく入ります。で幼虫が下に降りた時も、水没する危険性がないことはないけど少ないかなと思います。でちょうど同じ時期に、ベニモンカラシジミ、黒目もどきで飼育するんですけど、同じようにこんな形で黒目もどきも立ててというか水差しにして、で、出たばかりの幼虫をここにつけました。霧吹きで、ちょっと水かけて
で余地をつけると落ちないしいいかなと思います。はい、こんな形です。まあ初めから卵を鉢植えの枝につけても別にいいんですけれども、このような状態でちょっと神経使って手間暇かけると目減りがなくていいかなと思います。ご参考にしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。